不法投棄が相次ぐ江北町で、県内の廃棄物処理業者らがボランティアで一斉清掃を行いました。この活動は不法投棄の撲滅を目指し、県内の廃棄物処理業者28社の若手経営者などで作る県産業資源循環協会青年部が県内各地で毎年行っています。江北町では山間部や道路、水路などで不法投棄が多数見られていて、今日はおよそ30人が道路脇の林の中で作業に当たりました。クーラーボックスやタイヤなど、さまざまなゴミを手作業で回収し、ユニット車を使って引き上げていました。この不法投棄をほったらかしておくと、やっぱり将来の環境に悪影響を及ぼしたりとか、将来的に自分に返ってきますので、本当にやめてほしいですね。参加者は3時間ほど作業にあたり、合わせて510キロのゴミを回収したということです。